ボンシュ。さあ皆さん、今日は何をしたいかと言いますと、アキネーターって知ってますか？はい、携帯のアプリなんですけどね、これですね。これ皆さん見てやったことあります？でこれがどんなものかって言ったら、頭の中でキャラクターを考えるんですよ。いろんなキャラクターをね。でこの魔人がいろんな質問をしてきます。男性ですか女性ですかっていうのを聞いてくるんです。それに対してこうボタンを押してって質問に答えていくと、あなたが考えているのはこの人ですかみたいな感じが出るんですよ。そういう時に頭に思い浮かべた人物が出るかどうかっていうのをちょっとやってみますね。はい、誰を想像してるかっていうのはお楽しみに。さあそれでは早速やってみたいと思います。出るかな、うまいこと。はい、私にチャレンジスタート。男性？はい。音楽に関係してる？いいえ。アニメになってる？いいえ。 YouTuber？ はい。ゲーム実況者？いいえ。何人かのグループ？いいえ。髪を染めていますか？いいえ。20歳未満ですか？いいえ。お、考えてる考えてる考えてる。ニックネームは4文字。メガネをかけていますか？いいえ。3文字のあだ名で呼ばれてますか？いいえ。マッチョ？いいえ。年齢は20代ですか？いいえ。35歳以上ですか？はい。一度でも逮捕歴がありますか？いいえ。子供がいますか？はい。インターネットから有名になった。有名になってんのかな？はい。パチンコ、パチスロに関係ある？いいえ。ニコニコ動画に関係する？いいえ。現在50歳以上？いいえ。お、考えてる。姫スイート TV で活躍していますか？いいえ。太ってる？わからない。両親と一緒に住んでいる？いいえ。コンピューター業界で有名？いいえ。子供が2人以上いますか？はい。目が隠れている？いいえ。結構質問すんな。太り気味？多分部分的にそう。サングラスよくしていますか？いいえ。呼び名は2文字ですか？いいえ。関西弁を使う？はい。出ました。はい。ボンシュール。ボンシュールのフレーズをいつか流行語大賞にする目標を持つ YouTuber。はい。ということで、皆さん、ボンシュールがね、出るんですよ、実は。すごいですか？はい。皆様、誠に申し訳ございません。アキネーターでね、ボンシュールが出ました。なぜかというと、ボンシュールが事前に何回かやってて、ボンシュールの名前をそこに入れてただけなんです。なので、単にあんな風にボンシュールっていうのが出るだけなんですよ。悲しいでしょ。自分でこんなことしといてね、申し訳ない。ということでね、皆さんもやってみてください。ボンシュールを思い浮かべながら、はい、いいえってやってもらったら、きっとボンシュールが出ると思います。そして、皆様自身も、このアキネーターはやってるうちに、どん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 進化していく、アプリですので、皆様が自分のことを入力したりすると、それが反映されていくはずです。ということで皆さん、アキネーターでボンシュールを考えながら、やってみてください。